ハインケル HE162、ハインケル HE162、ハインクル HE162 は、第二次世界大戦末期に、ナチスドイツのハインケル社で開発、製造された、単発タンザジェット戦闘機。愛称は、フォルクスイエーガー、ウォックスジジャー。ドイツ語で、国民戦闘機を意味し、これはドイツ航空省、RLM により、同期に付けられた、正式名称である。 この名称は一般市民による製造と登場をも想定した戦闘機開発計画から同期が生まれたことにちなむ同様の用語に国民突撃隊がある。また同期は開発計画の中ではザラマンダー、サラマンダー、人影、サラマンダーの意のコードネームで呼ばれ、さらにハインケルからは出発、スパッツ、スズメの意とも呼ばれた。初期のジェット戦闘機の中では 最も早く飛ぶことができ、戦局の悪化からアルミニウム不足をきたしたため、機体を合板で代用できる部分は代用したこと、外見的には単発ジェットエンジンを背負い式に装着していることが主な特徴である。1944年2月20日から25日にかけてアメリカ陸軍航空軍の第8空軍を中心とする連合軍によってと呼ばれる。 ドイツ本土への一連の爆撃作戦が完工された。その頃よりアメリカ軍の爆撃機に P-51 が随伴するようになった。これはドイツ空軍機の迎撃行動に大きな制約を与え、それまでは容易に爆撃機まで接近できていたものが護衛機によって阻止されるようになってしまった。ドイツの迎撃機は対爆撃機用に次第に重武装、重装甲になっていたのだが、 それらが招いた重量増大があだとなり、アメリカ軍の軽快な護衛機の前では苦戦を強いられたである。数で勝るアメリカ軍はドイツ軍を次第に圧倒していき、1944年4月末にはドイツ空軍の戦闘機部隊は骨抜きの状態になってしまっていた。迎撃に上がれるドイツ軍機が著しく減ったため、アメリカ軍の戦闘機は容易にドイツの飛行場、 鉄道を破壊し、トラック輸送を寸断していくことができた。そうして、いよいよドイツの物流は滞り、軍用機の整備や燃料補給にも支障が生じ始めた。この状況は、ドイツ空軍にとって致命的であり、制空権を再び奪い返すためのジェット戦闘機の大量生産計画が急遽立ち上げられることとなった。この計画は二つ立案され、まず一つ目は、 戦闘機体総監アドルフ・ガーランドによって主導された。彼は高度な技術の投入と大量生産を両立させることは不可能であると考え、すでに量産が始まっていたジェット戦闘機ミー262の生産を重点的に推し進めるべきだという主張を行った。そしてもう一つは空軍総司令官ヘルマン・ゲーリングとアルベルト・シュペイヤによって指示された。 軽戦闘機開発計画であった。彼らはその計画をフォルクス・エーガーと名付け、即座に大量生産可能な単発ジェット戦闘機の供給計画であった。これにはガーランドや空軍の他の将校が反対した。ゲーリングはシュペアが即座に供給できるとする戦闘機を拒否することに驚いたが、ガーランドは旧機種や 爆撃機からの戦闘機への転換さえ困難であったのに中間練習機からの転換は愚か、グライダー訓練からの配備ではパイロットの損失のみを生むとして譲らなかった。結局、ゲーリングはヒトラーの要請から強引に計画を推し進め、ガーランドの意見は排除された。最終的に提示された航空省の公式の要求仕様では、 ジェットエンジン BMW-003 を搭載した単座戦闘機という形にまとめられた。この戦闘機には可能な限り木製部品を用い、熟練工以外の労働者でも組み立てられることが重要とされた。そして重量は 2000kg 以内、最高速度は海面高度で時速 750km、作戦可能な航続時間は最低30分、離陸滑走距離は 500m 以内、 武装は 20mm 口径の MG151、20機関砲、100発か 30mm 口径の MK108 機関砲、50発のいずれかを装備するという厳しい要求が並び、さらに操縦が容易であることが強く求められていた。しかもグライダー訓練しか行っていないようなパイロット、候補生でも空戦を行える程度の操縦性が望ましいとまでされていたのである。 この使用は1944年9月10日に内示されたが、応募意思のあるメーカーは、その10日以内に基本設計案を提出せよという慌ただしい期限付きで、1945年1月から本格生産を開始させるために厳しいスケジュールが組まれていた。設計案が採用されれば、それを大量生産する権利を得られるため、当時のドイツ国内の航空機メーカーは、 この開発計画に一様に興味を示した。そんな中で最終的に選ばれたのがハインケル社の提出した戦闘機案であった。同社では仕様が発表される前からすでに社内プロジェクト P1073 として K ジェット戦闘機の開発を進めており、基本設計は完了してテストモデルの製作や風洞実験も行われていたのである。他社の提出した案には ハインケルの案に比べて優れているところがあったものの、隠しテストと課題解決が進展していたハインケル案には大きく分があり、設計案提出の3週間後には、それが当然のごとく採用される運びとなった。連合軍の情報を拡乱する目的で、航空省はその設計に8から162という番号を付けた。これはメッサーシュミット社が以前に開発していた。 BF162 で使用された番号であり、本来ならば HE500 という型番になるところであった。ハインケルの設計案は、小型で流線型の胴体に BMW-003 が背負われる形で装着されているのが特徴で、垂直尾翼はジェットエンジンからの排気を避けるために2枚に分かれており、主翼は緩い上、返り頭を持っていた。コックピットには、 車室座席を装備し、全車輪を持つ3車輪膠着装置を採用していた。機体制作は驚くべき、速さで進められ、合板用の接着剤を作っていた工場が、爆撃されたにもかかわらず、設計案が採択された9月25日から約2ヶ月後に、当たる12月6日には、試作機の初飛行が行われた。12月6日、試作機 a g 1 6 2ト1の初飛行は、 特に致命的な問題なく行われたものの、時速840キロメートルの高速度で飛行した時に接着液が大気の断熱圧縮による熱で溶け出して、前足のカバーを固着させ、やむなく強行着陸するというトラブルがあった。また、ピッチ方向の安定性が悪い上に横滑りするという問題も出た。しかし時間的余裕がなかったため、 優先度が低いと考えられたこれらの問題の解決は特に図られることがなかったのである。そしてナチスの幹部が見守る中で行われた12月10日の2回目の飛行ではこの急ぎすぎた対処が裏目に出てまった。その飛行の際、接着剤の不良で今度はエルロンが固着後剥離し、それが運悪く回復不能な加工軌道と横転を招いたために、 パイロットの脱出を許さないまま墜落してしまう。翼の強度や接着剤に問題があることが調査の結果分かったが、やはりスケジュール的にそれらを回収する余裕がなく、結局それまでの設計でテストが続けられることになった。そのような経緯もあって12月22日から行われた試作2号機のテストでは速度が時速 500km までに制限された。 テストを続けるうちに1号機では見過ごされた安定性の問題が実は深刻であったことがあり、ダッチロールに陥る傾向さえあったのである。ダッチロールについては上、返り図のを緩くすることで対処可能であったが、数週間のうちに生産に入るためには設計を見直している時間はなかった。結局、機種にバラストを仕込み重心を前方に移動させてピッチ方向の安定性を良くしたり、 尾翼面積をわずかに増加させて、全体的な安定性を高めたりするといった、後付け的な回収を行うことしか来なかったのであった。1945年1月16日には、翼の強度を高めた2機の先行量産型が、初飛行を行った。この発生型では、主翼端に、下向きのアルミニウム製骨翼を取り付けて、ダッチロールを引き起こす上、エり図の効果の相裁を負った。 この2機は、HE162A-1 と呼ばれる対、爆撃機タイプで 30mm 口径の MK108、機関砲を2丁装備していたが、その反動が大きすぎて、扱いが困難であった。そこで 20mm 口径の MG151、20機関砲を2丁装備した、A、A-2 が、本格量産されることとなった。その一方で各部を再設計して、強度増大を図った。 A-3 型の開発も同時に進められていた。様々な小回収の結果、当初の 2000kg という予定重量には収まりきれず、最終的に 2800kg になってしまったが、それでも当時のジェット機としては高速度を誇り、海面高度で時速 890km、6000m では時速 905km もの速度を記録した。 1945年、ドイツ空軍は HE162 の実験部隊を設立し、そこに初めて本機が46機配備された。部隊はドイツ空軍の実験場があったレヒリンを本拠地としていた。その後、2月にはそれまで FW190 を使用していた I-JG-1 第1飛行隊所属。 第一戦闘機体に HE162 が配備された。I.J.G.1 はマリーエンエーに移転し、3月には集中的な訓練を開始した。しかしすでに連合軍がドイツ本国に進行し始めており、4月7日にはパルヒムの空港が B-17 の爆撃を受けて施設に大きな被害が出た。その2日後、I.J.G.1 は ルートビヒスルストへと移動した。一方、4月8日に EJG-1 第1飛行隊所属第2戦闘機体は、ハインケルの工場があるマリーン a a へ移動し、FW190 から HE162 への機種、転換訓練を開始した。また EJG-1 第1飛行隊所属第3戦闘機体も HE162 への転換が予定されていたものの、 4月24日に解散されてその要因は他の部隊へと補充された。HE162 は4月中旬に記録上初めての空戦を経験している。4月19日に捕虜となったイギリス空軍パイロットの証言によると彼の機体を撃墜したのは HE162 と同定されるジェット戦闘機であったゆう。ただし撃墜したパイロットは滑走路へのアプローチ中に ホーカー・テンペストによる奇襲を受けて死亡していた。I,JG-1 は未だに訓練途上にあったものの、この頃からいくつかの敵機撃墜を報告し始めている。しかし、この時点ですでに13機の HE162 と10人のパイロットが失われており、そのうち10機はフレームアウト、ジェットエンジンの燃焼停止等の機体の不良による損失で撃墜されたものは2機であった。また、 30分間しか飛行できなかったため、燃料切れによる緊急着陸で2人もの JG-1 のパイロットが犠牲になっていた。4月の末、ソビエト軍の侵攻によって EJG-1 はマリエネーヘからの撤退を余儀なくされ、5月2日にレックに駐屯していた IJG-1 と合流した。5月3日、稼働可能な HE162 は戦闘対応と、 歴史展艦用に再分配されたが、5月5日には、ドイツの司令長官フォン、フリーデブルクが、オランダドイツの北西部、デンマークに駐留している、ドイツ軍の総解除に署名したため、JG-1 もそれに従った。5月6日、イギリス軍がレックの飛行場に到着し、JG-1 は彼らに HE-162 を引き渡した。その一部は、アメリカイギリスフランスソビエトへと運ばれて、 評価試験されることとなった。一方、HE162 の実験部隊は、アドルフ・ガーランドに率いられたエリート部隊、JV44 へと統合されてたが、そちらの機体は、機密保持のため露飼される前に破壊されていた。結局、5月8日に、ドイツが無条件降伏するまでの間に、約120機の HE162 が配備された。 また、200機以上がすでに完成状態にあり、600機以上が生産ライン上にあった。結局のところ、HE162 には生産開発を急ぎすぎたために未成熟な部分が多く、Z 機という先進性はあったものの、グライダー訓練しか行っていないようなパイロット、候補生でも空戦をやる程度の操縦性という本来の要求仕様を達成することはできなかった。 当時のドイツ空軍では第一級の戦闘機と褒めたたえるパイロットがいる。一方で安定が悪く常に操縦艦で微調整が必要で急な軌道は不可能と酷評する者も,もいたという。実際に操縦は複雑で繊細な気配りが必要であり、戦後にイギリスのファーアンボロー国際航空所で HE162 のデモンストレーションが行われた際、 方向打草サミスに起因すると考えられる尾翼の分解、墜落が起きて、パイロットが死亡したという事例もある。また当時のジェットエンジンの脆弱性を勘案すると、単発である本機は、総発の Me262 に対し、フォールとトレラントが全く考慮されていなかった。Me262 では、総発のため変発停止の状態でもかろうじて、帰還した例が少なくないが、 本機であったなら、エンジンが停止すればよくて、不自議、悪ければ墜落である。本機がもう一歩早く大量生産されていれば、連合軍は苦戦することになったかもしれないが、むしろそれが実現していたら、ヒトラー・有ユーゲントのような未熟なパイロットに相当数の、事故による殉職が出ていたであろうという評価が根強い。なお、第二本帝国陸軍も、第二次世界大戦末期に、 HE162 のライセンス生産を計画していたが、選局の悪化によってドイツ側と連絡が取れなかったため、計画は頓挫している。ハインケル社が開発したジェット機、HE162 と同時期に開発された初期のジェット機、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。